でもまあつ、ね、連れ子さんがいて急に子だくさんになる友達のいる結構周りがいて、到底でなかなかない。でもなんか、これくらいの展開がある方がもう戸惑いがなくていいよね、うん、腹がくくれる、うん、もうするしかないみたいな、うんうん、これはやっぱ子商談もちょっとこれね、こういう展開もあるんだろう。新しい展開、うん、まあでもこの